んにちはにゃでーす。ってことでクレイマン降臨の最適性シワドラ周回編成紹介していこうと思います。クレイマン降臨初クリアするとまず魔法石復活クリアでもらえますし、プラスアルファですね、無料ガチャがもらえます。そして何より重要なのが、このクレイマン育成することによってテンスラコラボガチャから出た変身キャラクターにシンクロ覚醒をつけることが可能でございます。周回必須なダンジョンとなっておりますので、しっかり周回編成組んで周回してください。ということで早速最適性シワドラ周回編成の方を紹介していこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いします。特に高評価ねしてくれると嬉しいです。皆様がなるべく組める編成、そして代用解説も充実できるようにいろいろ工夫しております。ぜひ高評価だけでもねしてくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。今回ねシワドラ編成ですけど、他のノルディス編成とかね爆速周回編成も後々投稿する予定でございますのでお楽しみに。はい、ということでまずクレイマンなんですけど、さっき言った通りですね、これ育成するとですね、スケベマックスにするとシンクロ覚醒つけれます。ちょっとやってみようと思います。はい、ミリムこちらいるんですが、はい、こっちか、はい、ここですね、シンクロ覚醒をタップしてはいを押すと、はい、つけれますということでございます。今回テンスラコラボの全変身キャラクターがシンクロ覚醒このクレイマンでつけれるようになってます。ミリムとかも同じでございます。しっかりスキルベマックスにしましょう。スキル上げは全部で50上げでございます。私はですね、気候上のドロップするですね、奇跡の闇のやつを使ってあげました。まあ、ネジピーとか闇ピーとか、まあ、そういう奇跡とか使ってですねスキル上げしてください。で、実はですね、このクレイマン自体もかなり良い性能しております。34ターン変身のキャラクターですね。覚醒無効を回復しながら変身します。地味に1回層覚醒無効を飛ばしてくるダンジョン新百式とかありますからちょうどいいですね。はい、で変身後こちらでございますと、リーダースキル赤間タイプ HP1.2 倍、2コンボ闇2コンボで激減で3コンボで45倍、3コンボ加算固定ダメージということで、耐久力 1.2 倍激減で高くて、で火力もあってコンボ加算もあって固定ダメージもあります。めっちゃ強いんすよね。そうなんですよ。はい、これ普通に環境最強リーダーレベルのリーダースキル持っております。で4ターンのスキルで2ターンの間上限80億回砲、悪魔と自分の火力2倍で6回以上三色陣闇回復お邪魔を作りますよって感じですね。はい、まあ、4体ループなんですけど、まあ4体ループはせずに2体ループあ、3体ループかなでございます。クレイマン2体と、まあ、2ターンの生成スキル使ってループしていく感じになるかなと思います。で 10C は3つに十字に陰のカゴ持っておりますよという感じでございますね。はい、だからこれクレイマン自体はシングル覚醒ありません。はい、これだけ唯一ですね、唯一テンスラコラボのが変身キャラクターでシンクロ覚醒がないのはクレイマンでございます。はい、という感じになっておりますので、まあぜひともねリダフレで2体持っておくといいかなという感じはありますね。まあ、少なくとも1体はスキルベマックスにしないとテンスラコラボのガチャキャラクター引いた時に変身キャラクターシンクロ覚醒つけれませんので、はい、気をつけてください。ちなみにねシンクロ覚醒、まあ大体インのカゴがつくんですけど、インのカゴねなくても余裕で戦えます。ミリムとかねもう使って動画投稿したんですけど、120億余裕でインのカゴなしで出ますので、まあ正直あんまいらないですね。次の新ダンジョン新千住とかでこのインのカゴ必要になると思うので、まあそれまでにですね、まあ5月29日かなに新しく新千住来ますから、それまでにねクリーマンスケレベマックスを目指すといいのかなというふうに思います。それでは早速ですね編成紹介の方をやっていこうと思います。プレイ動画と合わせてみてください。どうぞ。さあということでやっていこうと思います。クレイマン降臨のシワドラ周回編成でございます。ということで1階層なんですけど、ここ早速ソニア打っていきましょう。このソニアなんですけど、デクオールマイトだとなお良いです。まあどっちでも勝てますけど早くなりますよって感じですね。はい、でシワドラ進化してずらして殴っていきましょう。54万面でも花火なら関係ありません。これで突破していきます。はい、で続いて2階層です。2階層なんですけど、ここがねまた大変で、水属性で覚醒無効を飛ばしていきます。はい、ここガマ忍者撃っていきましょう。はい、で54番面返しながら敵の属性変えながら76番面化します。でさらにシワドラを進化させてマトリフ撃ちます。自動回復ですね。でずらして突破していきましょう。はい、といいですね。はい、突破でございます。よし、で自動回復で HP は 50% 回復します。続いて3階層です。3階層ここですね、シバドラ撃って殴っていきましょう。撃つシバドラは進化後のシバドラです。はい、進化後のシバドラ撃ってずらし、これで突破していきましょう。はい、 OK でございます。突破いたします。ということで続いてです。続いてボスです。ボスなんですけど、ここですねシバドラ進化させてずらしていきましょう。はい、とさあ、いきます。シバドラを進化させます。ずらしますと。はい、いいですね。で、まずシールド壊していきましょう。はい。で、ここですね。ソニアじゃなくてデクオールマイトだったら、このシールドを完全に倒しきれます。はい。
さあではシワドラ打ってずらしと、これで壊していきましょう。はい、と別にここ1ターンかけるか2ターンかけるかの違いなんで、そこまで大きな違いありません。はい、ではですねシワドラ打って倒していきましょう。シワドラずらしと、はい、いいですね。さあこれで突破していきましょう。はい、 OK でございます。ということで最終階層までやってまいりました。最後ですね、ここ遅延通るのでナーが打って敵に遅延かけましょう。でジョナサン打って超根性までまずは削っていきましょう。はい、と、さあ、はい、ナーが遅延かけて、でジョナサンを打ちます。で削っていきましょう。ここですね、シバドラジョナサン両方打つと確実に超根性まで削れるかなと思います。私はこれ物臭したせいでですね微妙に削りきれませんでした。盤面次第なんですよね。はい、まあ別に2ターンかけて突破ということで大丈夫です。はい、さあ、であとはですねシバドラで殴っていくだけでございます。シバドラ打ってずらし、これで削って、はい、と、よし、でもう一回シバドラ打ってずらして、これでおしまいでございます。はい、敵ね、敵がルレットしてくるとかないので結構ずらすだけで簡単にクリアすることが可能でございます。てことでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。立ち回りこんな感じになっております。はい、続いて代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、グリコにマトリフ、シワドラにアレキサンダー、シワドラにアレキサンダー、シワドラにアレキサンダー、ナーガにソニア、ジョナサンにガマ忍者です。必要 HP 特になくて、必要スキブは23、バッチスキブですね。リタクレ逆は OK ですが火力注意してください。武器の役割と代用候補なんだけど、まずアレキサンダー、こちらスキブ2が役割です。スキブ2あれば何でも OK ですね。ネレとかシワとかおすすめでございます。続いてマトリフですね、これ自動回復と覚醒無効回復と2ターンヒースト役割です。ガマ忍者と合わせて代用可能で、自動回復と覚醒無効回復2ターンヒースト色変え76番面かあれば OK でございます。2つ合わせて代用ですね。レズコとかトドロキ、バレンタインノア、リムル&ベルドラ、レンとかで OK です。組み合わせ次第なので見つけたらコメント書いてくれると嬉しいです。そしてソニア、こちら上限解放役割ですね。デク&オールマイトの方が良いです。1ターン突破が早くなりますね。一旦突破が早くなります。で続いてガマ忍者、こちら色変えと76番面か役割ですね。さっき言った通りマトリフと合わせて代用可能で、自動回復、覚醒無効回復、2ターンヘイスと色変え76番面かが揃えればいいです。白蓮光とかウルバリン&マグニート、鏡根輪廉、無一郎、ハイウィンドとかで OK です。さっき言った通りですね、組み合わせ見つけたらコメントしてくれるとありがたいです。でちなみにこれ武器使ってるんですけど本体でも OK でございます。続いて本体代用のための役割、まずシワドラですね、これ超つなげループです。ナーガ、これ火力と遅延ですね、ダンジョンキャラクターでございます。でジョナサン、こちら火力と無効貫通スキルで、グリックはこれ根性を持ってるんで強いんですね。はい、ということで以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。